カジノゲームブラックジャックの欧米で有名なギャンブルプレイヤー。日系2世にあたるアメリカ人。アメリカ・ニューヨークで日本人移民の薄い先祖とオーストリア人の妻との間に3人兄弟の長男として生まれた。イキナはケニス先祖を薄いだったとされる。IQ は169であり、16歳でエール大学に入学する。その後、エール大学を卒業後、 ハーバード大学から MBA を取得している。1987年フランス、パリにて心不全で死去。ベン・メズリック著のラスベガスをぶっつぶせの中に、ケンアストンとして登場する欧米のギャンブル市場では、有名なギャンブラー。カジノ賭博の中で唯一、プレイヤーがカジノに勝利できる可能性を、ブラックジャックの応用戦略カードカウンティングの中に、見出し、 実際にその理論を実践して見せた人物として知られる。ただし、その勝率は60%程度にとどまったと言われる。なお現在でも、カジノ賭博のブラックジャックにおけるカードカウンティング行為は違法ではないが、カジノの収益を脅かすため多くのカジノでカードカウンティングを実質的に排除する、カードを毎回シャッフルをするなどの対策が取られているが、近年ではエンドレス。 シャッフルマシンを導入することによりそのほとんどが排除される傾向にある。A.B.Biography On Ken Houston S.Black Jack World The Official Ken Houston Website Hot Houston Kathleen Bio uston.com2006 年11月20日閲覧ありがとうございます。